初めて生で見た。だらだら長すぎます。企画の要点は押さえて1枚にまとめる、冒頭で1枚言いたいこと、そして結論を 2,3 行で言い切る、補足の項目は箇条書きに。勉強になります。それから知っている漢字を全て書けばいいってもんじゃありません。漢字は全体の 30% 以内に。読みやすい企画書の基本は以上です。はい、書き直します。お前ら派遣に企画書の書き方習うな。いいか、企画書に大事なのは3つの T だ。タイトル、テーマ、たくさんの根回し。修正させていただきます。あ、3つ目の T はタイミングです。根回しではありません。たくさんの根回しも大事だった。バカ。